どうもお疲れ様です2月7日朝6時21分の相場解説になります冷やしを見ていただいてるんですけどもどうでしょうか横ばいかはですねもしかしたらこれをきっかけにして上昇に転ずるかもしれないですよ、まあ、少なくとも今このコマのような形をしている陽線がありますけどもこれが確定するとね、えー、その後どっちの方に向かっていくのかってことが見えてくると思うんですが下ひを大きく出した陽線ですよねこれはもしかしたらね うん、先ほどお話したようにちょっとまた上の方に右肩上がりの方に伸びていくんじゃないかなってことを思わせます、まあ、少なくとも右肩下がりは終わったってところなんですよねですんで右肩下がりが続くと思ってエントリーしていたところでちょっと多少のねロスカットは出たかなと思いますでもこれは避けがたい経費だと思うしかありませんはい次ですね4時間を見ていきますけども4時間で見るとほら大きな 窓を作ってポーンと跳ねたんですけども窓埋めをせずにですねそのまんま上の方に行きましたでここで思うんですけども窓を埋めなかったのは良いとしてですねこの価格帯がこちらの方にちょっとね似通ってきてるかなっていうところなんですよでそうなるとこの力点から下の方にもう一回向かうのかねそれともここを上抜けて 新しいフェーズ例えばこういったところであれこういったところでマーケットを作るのかなとかねあれすいませんなんでやれこういったところでマーケットを作るのかなと思っちゃいますよねそこで出てくるのがもう8ヶ月9ヶ月前ぐらいに作ったこの2つのプライスですよねまああまり意識しないでいきましょうまだあのもうちょっと動きを見ていかないといけないんでで1時間足ですけども1時間足はね あの実はオリガルヒの方には申し上げたと思いますけども実体で線を引いてここの頭で線を引いてヒゲ先で線を引いたこの3本のレンジで解説をしていたんですよで下の方に抜けるなら下の方に抜けるならですよこのヒゲ先で起こる価格をぶち抜いてブレーク窓も埋めるみたいなよくある展開に来るかと思ったんですが まあいろいろありましたけども上昇していってねこのレンジを抜けて上にブレイクそして今 NG をつけて上の方に抜けようとしてるんじゃないかなっていうふうな図に見えてくるわけですよさあそうなるとですね今回はちょっとね慎重に行きたいんでこのネックラインを超えた時だけ倍でエントリーしましょうっていうふうな計画になりますそれではどうなるのか午後の相場解説までお楽しみにお疲れ様です